キャラコの染め出しキャラコ食器キャラコの旅キャラコ、またはキャリコはインド産の平織りの綿布のこと。丈夫で実用的な布地でシャツやハンカチーフ、タビ、カバーなどに用いられる。インドは木綿の原産地と言われ、綿布は古くからインドの主要輸出品であり、バスコダガマに始まるヨーロッパ人来航後も変わらなかった。インド綿布はルネサンス時代に ヨーロッパにもたらされたが、その軽さ、手触りの柔らかさ、暖かさ、染めやすさなどによって爆発的な人気を呼び、17世紀以後、インドに進出した、イギリス東インド会社は、この貿易によって莫大な利潤を得た。カリカット港から輸出された綿布は、特に良質で、この石出港の名がなまって、ギャラコと呼ばれた。この綿織物を国内で安く大量に作りたいという、 同期がイギリスの発明家、ジョン・ケイの飛び火に始まる技術革新を促し、産業革命の後期を招くこととなる。しかし、このことは、インドの手工業者の職を奪い、腕利きの職人が大量に失業したため、カール・マルクスによって、食工夫の骨で、インドの平原が白くなったと形容されたほどの惨状を呈した。日本でも生産されている。日本で、 キャラ子と呼ぶ場合は、インドとは逆に薄手で,で折り目が細かいのり付けした、純白の木ン地を刺し、主にタビや捨ててこの材料として用いられる。ありがとうございます。